Now that we got that loser out of the way, it's time to go to the last matter board of this thing. Which now we got Shao over here.彼女が何者なのかわからない。どこにもデータが存在しないんだ。あれだけの力を持っているのに、その存在すら記録されていない。これはおかしい。アークスのデータベースも、シオンの記録の中にはどこも。まるで故意に消されたようにね。ルーサーが抹消していたのなら、まだ納得がいったんだけど、あいつも彼女のことは知らなかった。となると、そんなことができるのはもう一人しかいない。 シオンが消したんだ。彼女の記録をすべて。消されていたのはそれだけじゃない。今からちょうど10年前の記録がすべて完全に抹消されている。記録だけじゃない。アークス全員の記憶も消されてる。誰もまともに覚えていないんだ。サルベージも追跡調査も不可能。不自然なほどに完全にね。 10年前、みんなが忘れたその時間に、きっと何かがあるはず。でも、消された記録はたどれない。だったら、見に行けばいい。何があったのかも、直接ね。君なら、それができる。これは何も、好奇心だけで言っているわけじゃないんだ。シオンがいなくなり、ルーサーは滅んだ。 これからアークスは生まれ変わる。つまりルーサーの持っていた完成も、シオンの司さどっていた演算も、すべて僕がやらなければならない。これから始まる新たなアークスの管理と保全のために、僕は可能な限り知らなければならない。それがどんなに都合の悪いことだったとしても、とはいえ好奇心があるのも事実。 僕自身、僕が生まれる前の歴史を見てみたいって思ってるしね。だからどうするかの判断は君に任せるよ。知らない方がいいこともきっとある。それでも協力してくれるなら、いつでも話しかけてほしい。僕はここで君を待ってるからさ。 Yeah, Zhao's pretty much going to be chilling here all episode, pretty much for the remainder of episode 2 and 3. He's doing things in episode 4, so he's not there. Yep, see? There he is. So we should have a new matter board. Or not. Oh, I have to give cooperation, okay. I was about to say, this is the last part of episode 2. きっと協力してくれると思ってたよ。さて、そうと決まったらさっさと動き出さないとね。完全に抹消された記録の日時、その空白の日時を見に行けばきっと何かがわかるはずだ。
今までやってきた時間速報の応用みたいな感じだよ。でも君ならきっとできる。これまで何度も飛んできた君になら。もしかしたらシオンはここまで見越していたのかもしれないね。だから君を選んだのか。バックアップは僕に任せて、君は現地へ向かって。何があったのかしっかり見届けよう。Yeah, this is a pretty long compared to the other ones, but yeah. Oh, a lot of talking about it. It's cool. Really nice. Pokeballs. Take a quick look at these. Yeah, a lot of documents. Okay. Cool. Alright. Probably should set it on there. Alright, we need to go kill a level 21 guy first. Easy enough. どのクエストにする? Let's go to... Oh, whoa, whoa, whoa. それって?掘り出し物、見てってください。So now we finally get to see what happens in those 10 years ago that literally everybody keeps talking about in the game. Yeah, I switched to the three. I got to switch that to Katana. Really for Katana combat purposes. Yeah, we still get talking about this, but come on. Another thingy. Ah. Omae ka. Chōdo ii tokoro de aeta. Sumanakatta. Senjitsu no Mothership nai de no koto da. Ano toki wa 我ながらどうかしていた。ありがたい言葉だが、謝らねば俺の気が済まないんだ。以下のアビスを受けていたとはいえ、共に刃を向けることになるとは。俺はまだ誰も守れやしない。ひたすら精進あるのみだな。ちょっと、いい?この前のこと、謝ろうと思って。本当に、ごめんなさい。そう言ってくれるのは嬉しい。けど、謝らないと、私が私を許せないの。アビスがあったんだとしても、友達と戦ってしまったんだから。今回ので分かった。私は未熟。とっても未熟。もっともっと精進しないと。言ってることは同じなんですから仲良くなれそうなんですけど。めんどくさいお二人ですね。あらあら、ごめんなさい。びっくりさせちゃいました。そんなつもりはなかったんですよ。ああ、勘違いしないでください。リサは謝りに来たんじゃないんです。それはみんながしてくれますからね。リサはありがとうを言いに来たんです。何がありがとうって？楽しく戦わせてもらいましたし、依頼のひっくるめて全部です。
10年後と同じ年齢に見える。僕にも詳細は分からないよ。
記憶全部消されちゃってるんだし。でも消された記録を埋めるように残された状況報告にはこうあった。2代目クラリス・クレイスは命を賭してダーカーの進行を食い止めたとね。彼女に会えたってことは僕たちの判断は間違ってなかった。10年前についてもっと調べていこう。So yeah, now I get to follow Matoy around to a lot of different places. Oh, great. Yeah, no, okay. Hey! I don't think there's any other character that's gonna pop up over here. Or if that was the only one for whatever reason. Eh, whatever. Oh right, I could've just gone right back. Well, whatever. Could've just gone right back to my ship. Yeah, okay, anyways. We need to go to the desert. Actually, just double checking for when I get after this one. Okay. Let's just go talk about it. Talk events. Yeah, this is most. The majority of this is just talk events, I guess. You get weapon. That's a really odd. I mean, that has good abilities, but still. Yeah, aside from Gay Bulls, there's really not much actual interest in terms of weapons. It's just this thing's mostly just a lot of talking events. This means I just have to go to the point. Don't have to really worry about level requirements or anything. あなた、本当にアークス？だってここって今普通のアークスが来られない場所なんだよ。あなたも命令受けてるのかなって思ったけど、この子はそんなことはしてないって言うし。だからもう一度聞くよ、あなた本当にアークス？本当にアークスなの？怪しいなあ、怪しいなあ。それじゃあこうしましょう。私にいろいろアークスの話をしてくれたら信じる。本当にアークスならそのぐらい簡単でしょ。さあ、たっくさんお話しよ。私普通のアークスとは違うから、交流とかしたことないし話したこともないの。だからあなたみたいな人に会うのは初めてだし、こうして話すのも初めて。私にはみんなを守る使命があるけど、そのアークスのみんなのことを私あんまりよく知らないからさ。で、また私に自由時間はないの？まったくもう。
った時にはいろいろお話聞かせてね。絶対に、絶対だよ。There she is, geez. Oh, well, humans. あら、あなた、こんなところにいていいの？
最近シャオと二人で何かしてるんでしょう。私にも内緒でさ。まあ私としても自由時間を満喫できてとっても助かってるんだけどね。噂をすればシャオから。はあ、バカじゃないの。誰が嫉妬なんか。何でもない、何でもないからね。そこまで叫んでおいて何でもないの説得力に欠けるんじゃないかな。よし、これで君にも僕の姿が見えてるはずだ。それじゃあサラ、言い訳どうぞ。こんなうざったいのがいっつもついて回ってくるのよ。私の気持ちもわかるでしょ。うざったいとはひどい言葉だな。僕と君は一心同体じゃないか。うっさい、二心同体がせいぜいよ。まああなたにならいいか。私子供の頃に一度死にかけたことがあって、その時にちょっとね。死にかけなんて生ぬるい言い方だね。なんで生きていたのかわからないぐらい空っぽでボロボロ。助けるために僕の一部は君の糧になったというのに。わざとらしい。ちょうど雑用係が欲しかったって言ったの、私は忘れてないわよ。そんなこんなあってね、サラの体の中に僕がいるって思ってくれれば間違いじゃないよ。だから時々この子が独り言してても生温かい目で見守ってあげてね。まったく、見ての通りよ。通信回線が開きっぱなしって感じ。ほんと面倒なだけ。まあ助けてもらったことには感謝してるけど。しまった、今の聞かれた。あ、もうシャオうるさい。 I think I missed several of these scenes when I went through this the first time. I think I ended up just rushing right to the end. Wait. Oh, these are all blue.会えてよかった。君にだけは直接礼を言いたかったのでな。我々の、いや私の間違いを正してくれたこと感謝する。ありがとう。同時に詫びる。何の罪もない君をあのような手で追い詰めてしまったことを、友と戦わねばならない状況を作ってしまったことを心より詫びる。こたびの件は全て私に責がある。状況が落ち着き次第皆が納得する形で責任を取るつもりだ。重い口調で責任を取るって自決でもするつもりかい。そんな楽な逃げ方はさせないよ。だがトップが責任を取らねば組織が立ち行かなくなる。今アークスを崩壊させるわけには。古い古い考え方が古いよ。あんたもそう思わないかい。放送での通達もアビスの使用も全部一人でやってみせていたのは責任を背負い込むためだろう。その一人で責任をかぶろうとする姿勢が私は一番気に食わない。ならばどうする。戦うことしか知らぬこの身に何を求めるというのだ。ほんとあんたいつまでたっても不器用だね。責任の取り方は何も一つじゃない。どうやって償うか、そこから考えてみろってことだよ。どうしてもわからないなら、そうだな、死んだ方がマシと思えるぐらい
アークスのために動いて動いて、それから死ぬといい。今すぐ死なれる方がよっぽど迷惑だな。あAlright. So I guess she's up there. These things are really close to the entrance.I got to see the other events. I'm fine with that, in that case. Yappari. Soro soro kuru darou na tte omotte tan da.約束通り、いろいろ話を聞かせてもらうからね。何の話を聞こうかな。アークスの任務について、シップ内の話について。聞いてみたいこといっぱいあるんだ。しっかり付き合ってもらうよ。アークスもいろいろ大変なんだね。私は一応アークスでもあるけど、他の人とは目的が違うからな。私の目的？ダーカーを消してみんなを守る、それだけだよ。私はそのためにいるからね。この子が言うんだ。すべての歴史を正すためにダーカーを消さないとって。このオベリスクはさ、今から30年前、先代のクラリス・クレイスさんが頑張ってダークファルスを封印した痕跡なの。でも、封印しかできなかった。ダークファルスを封印するのが精一杯だったんだ。先代さんはきっと悔しかったはず。うん、私も悔しい。その場に私がいればって思う。私なら封印だけじゃなくて、ダークファルスそのものを食らって消し潰してみせたのに。大丈夫、心配しないで。ダーカーもダークファルスも全部私が消してみせるから。手伝うって私を？気持ちは嬉しいけど、私一人で十分だよ。私の戦い方って結構むちゃくちゃだから、巻き込んじゃうかもしれないしさ。ダークファルスを消すためとはいえ、アークスのみんなまで消しちゃったら意味ないでしょ。でも私を心配して言ってくれたんだよね。だからありがとう。うっと、のんびりしすぎちゃったかな。私もう行かなくちゃ。また今度。今度もいっぱい話しようね。それじゃ、バイバイ。We're gonna do the split real quick. So go for us. A mystery person. Oh God!